お、すげえ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 、どんな感じ？お、すげえ、うん、何もわかんない感じでしょ。わかんねえわかんねえ、どうなってっかわかんねえ。中に全部入れてる、うん、中に入れたのそれ。懐中テント2色。うん、これなんだっけな、これなんていうの、キセノンっていうの、なんていうの、これキセノン、キセノン HIDこれ2500円ぐらいかな。アマゾン2500円。バイク用のやつか。バイク用だね。ハイクオリティ、ロングライフ、長寿命ってこと？イージートゥインステール。2500円。それあれか、懐中電灯に移植。すごいすごい。すげえな。三脚付き。35W。すげえなそれ。あれボックスとか願ったっけ？ちょっと中に。マジで中入ってんのそれ。すげえんだけど。それさ、発熱とか大丈夫なのかな。発熱はないないない。ない、うん、マジで熱くなったりしねえかな、ずーっとつけてた。弾は熱くなっけど。ああ、そう。その、なんだっけ、インバーターつうか、大丈夫なの、うん、その。大丈夫。大丈夫なんだ。できちゃった感じじゃねえの、それ。すげえすげえ。それでつけばいいけどさ、つくでしょ。お、つくつく。あ、それつけんの？あれ、ワニ口どこ行った？ワニ口グリップ？あれ、すごいじゃんこれ。うわ、すげえすげえすげえ、 HID すげえ。これすげえぜ。うわー、これ来るじゃん。すげえよねこれ。結構明るい。明るいよこれ。やばいよやばいよ。おー、すげえ。やべえ、これいいじゃんこれ。おお、すげえすげえ、できたね。成功成功、大成功だな。すげえすげえな、これ綺麗に入ったな、配線な。すげえ、うん、すげえ、これすげえじゃん。予備にもう一個買っといたの。あ、さっきの玉玉の部分、うん、うん、ケースがよっぽどじゃねえと、うん、YouTube をご覧の皆さんこんにちは。この度ですね、友人の小田金氏に、HID ライト、透過採取っていうんですか、それのライトを作成してもらいました。12V 35W、HID ライトになります。あ、それとですね、 12V ボイジャーバッテリー、あと車のバッテリーなんかででも、ライト点灯するようになっています。この 12V バッテリー、ボイジャーバッテリーはですね、バスフィッシングのエレキモーター用のバッテリーになります。それでこの懐中電灯なんですが、この懐中電灯に見えるんですけど、ここのレンズの部分はですね、車のフォグランプの、ガラスを懐中電灯のここの部分に、小田金氏に、オーダーしてやってもらいました。それとですね、この部分ですね、ここは、一応何ですか、脚立、脚立って言わねえな、ですね、三脚ですね、三脚で、足が伸びるようになっています。で、この
ユニット、HID ユニットですね。これで昆虫採集をですね、夜間、やろうかと思ったんですが、まだ実際、まだ、試しに、ライト点灯したぐらいで、まだ採集には行っておりません。もう9月になってしまったので、9月の4日ですね。もう9月になってしまったので、実際、今から行って、クワガタムシって採集できるんでしょうか？詳しい方、教えてください。まあ、このライト、35ワットのライト、一つじゃちょっと物足りないな、なんて思うんですが、まあ、白いシーツとか、布をちょっと貼ってですね、ちょっと工夫したり、ちょっと、とりあえず一回やってみたいな、なんて思ってます。ああ、ちなみにですね、これ、安全対策なのか、ヒューズつけてくれました。ありがとうございます。つうことなんで、一応、HID ユニット、透過採取っていうんですか、よく、皆さんやられてるようなんですが、今度チャレンジしたいなぁなんて思っています。あとね、また、報告することがあります。禁止瓶をですね、現在、10本、所持していて、幼虫を10頭所持しているんですが、1頭具合が悪いっていう、禁止瓶があって、幼虫も存在がわからないっていうのがあったんですが、見てみたら、触痕が見られました。なので、今のところ、全員、健康ですね。健在でございます。一応ですね、10頭いるんですが、また、4頭買ってしまいました。これはもう、沼に入ってしまいましたね。オオクワガタという沼にちょっと入ってしまいました。まあ、後悔してません。ちなみにこれも YG 血統。乗せ YG っていうんですか？一応、血統になります。なので、一応、買ってみました。なので、合計14頭になります。で、今、9月なんですが、これはもう、温室、作るしかねえんじゃねえのって、最近思ってます。なので、次回の動画でですね、この HID ユニットを使った昆虫採集、もしくは、早めの、冬になる前にですね、温室を作って、そこで、ちょっと温室を作ってですね、禁止瓶の、置く場所ですね、作ろうかななんて思ってます。まあ、ちょっとね、平田クワガタのね、ハンドペアリングっていうのをやってみたんですが、まあ、普通に交尾したので、一応産卵セット、組んだ場合ですね、そして、1ヶ月置いて産卵して割り出しした場合ですね、ちょうどね、11月とか12月ぐらいになると思うんですよ。で、12月、11月の寒い時期にですね、一番寒い時にいる幼虫の時って結構重要だと思うんですよ。その時期にね、23度から25度ぐらいに、設定してですね、幼虫をね、大きくしようかななんて思ってるんですが、その時にやっぱ温室って必要だと思うんですよ。なので、頑張って温室をね、次の、寒くなる前にちょっと作ろうかななんて思ってます。そういうことなんで、今回は HID の紹介でした。ご清聴ありがとうございました。